どうもです。今回の動画は4月24日に発売されるキャノン EOS KISS X10 を見ていこうと思います。そして後半では X9 との比較もしようと思っています。で、今回の X10 っていうのはエントリーモデル、要は初心者初級者向けのカメラなので、私がこれからいろいろ説明していきますけれども、その説明も初心者初級者向けに簡単な言葉を使って説明することを心がけようと思います。もうとちっちゃったよ。じゃあ早速見ていこうかなと思います。あ、でここね、スペシャルサイトっていうのかな、ブランドサイトっていうのかな、X10 の、紹介サイトです。リンクを貼っときますんで、興味がある方は見てください。まず持ち運びやすいサイズということで、ポチッとな、はい、ホワイト、ブラック、シルバーの3種類あります。で 449g ですと。で世界最軽量米1、ここね、はい、まあいいや、いつでも持ち運べる軽快一眼レフということで、可動式液晶モニター、バリアングル液晶のことですね。で、APS-C サイズ相当の撮像素子、イメージセンサーの大きさのことですね。APS-C という規格があるんですけれども、まあ、そのサイズですということで、はい、を搭載したデジタル一眼レフカメラにおいて、世界最軽量を誇る EOS KISS X10。一眼レフならではの魅力を楽しみ尽くせる十分な性能と機能が EOS KISS X9 と同サイズのボディに凝縮されています。本格的な機能をいつでも気楽に気軽にかに楽しめる軽快なデジタル一眼レフカメラですとのことです。ここは特別な説明はいらないかな。 X9 と同じサイズということなんで、X10 まだお店に出てないとね、展示されてないと思いますが、X9 を見て、あ、これぐらいの大きさなんだっていうふうにイメージしていいかなと思います。あと重さも 449g と書いていますが、さっき調べたら X9 と比べて 4g から 5g 軽くなるそうです。なので実際 X9 を持ってみて、これよりももうちょっと軽くなるんだなというイメージで良いと思います。で、今のうちに説明しておきますが、この CIPA ガイドラインという文字がね、文字というか名前が後から結構出てくるんで、今のうちにちょっと説明するんですけれども、例えばね、車の燃費って各社ね測ってるんですけれども、トヨタとか日産とか、あとホンダとかね測ってるんですけども、その測り方がバラバラだったら比べられないじゃないですか。なんだけども、みんなっていうか各社ね、同じ方法で測ってますよね。ということでカメラの世界でも、もうその測り方をね、ルール決めをしてね、でこういう風に測ってください、でそれに従ってキヤノンとかニコンとかソニーとか、その方法に従って測ってますよっていうことで、でそのルール決めをしているところが CIPA っていうところなんですよ。 CIPA が作ったガイドラインに沿って大きさとか重さとか測ってますよという、そういうことでございます。はい、じゃあ次いきますね。快適な操作、小型ボディに最適化された操作系、 EOS KISS X10 はボタンやダイヤルなどの豊富な操作部材を、搭載。ファインダーを除いたままでも快適に操作することが可能です。また小型ボディでもしっかりホールドできるようにグリップも深く握り込めるように設計されています。全体のデザインもカメラらしいスクエア基調のシャープなデザインへ進化しています。とのことなんですけれども、さっきも言ったようにサイズは X9 と
まあ、同じということで、あと気になるのはここのグリップ、右手のね握り込んだ時の、あの指の先端がどこまで深く、入れられるかっていうのかな、ここの奥にね、なんですけれども、まあこれはもう好みっていうかね、自分の手のサイズとかも関係してくるんで、実際触ってみないと分かんないかな、やっぱりね。まあ、あの X9 と X10 で明らかにここの深みがね変わっていたら、どっち買おうかって悩んでしまうと思うんですけれども、どうなんでしょうね、まあ、サイズが同じということなんだから、そんなに変わらないと思うんですけどねっていう感じかな、ここは。はい、じゃあ次いきますね。この隠れてしまうのはなんとかなんないのかな。せっかくねこの表示でされてるのにね、隠れてしまうのはねちょっともったいないなと思いますが、広角ファインダーと高性能ライブビューというところです。広角ファインダーで被写体をリアルタイムに確認、ミラーレスカメラの電子ビューファインダーと異なり、タイムラグなしで被写体を確認できるのは一眼レフならでは。ライブビュー撮影と使い分けて自由に撮影を楽しめます。さらに次いきます。高速 AF オートフォーカスねが可能なライブビュー撮影、デュアルピクセル CMOS AF の搭載により、ライブビュー撮影でもまるでファインダー撮影のように瞬時にピントが合います。動画撮影時にも高精度かつ高速にオートフォーカスが可能、動く被写体にもあっという間にピントを合わせられます、合わせますということで、まあそうだな、ここで説明したいのはですね、一眼レフだからライブビューってね、背面液晶で操作するときは、まあ、決して、リアルタイムじゃないんですよ。なのでタイムラグなしでっていう風な言い方をしています。ファインダーの場合は、一眼レフのファインダーの場合はもう見たまんま、レンズから入ってきた光がそのままあの目の方に届くと、目に届くと、ファインダーのところを通ってね目に届くんで、なのでタイムラグなしっていう風に、まあ、言っていますと。あとはね、まあ、キャノンの場合というか、どういう風な言い方をすればいいかな、ファインダー撮影の場合とライブビュー撮影の場合で一長一短がどうしても出てくるんですね。で、その説明をここで説明するのはちょっとあの材料が足んないんで難しいんで、ちょっと後に回したいと思います。覚えてるかどうか分かりませんけど、じゃあ次いきます。あ、書いてくれてるじゃん、よかったよかった。広角ファインダーの撮影のメリット、バッテリーが長持ち、はい、広角ファインダー撮影はライブビュー撮影と比べて消費電力が少ないので、まあ、液晶表示しないんでね、なので内蔵ストロボを使用しない場合、約1630枚もの撮影ができます。ゴニョゴニョゴニョと書いてますと。じゃあ次、ライブビュー撮影のメリット、動いても瞳を追いかける瞳 AF を使用可能。そうなんですよ、ファインダー撮影はできないんですよ、ライブビューだけなんですよこれで、瞳を検出して自動でフォーカスする瞳 AF、 ライブビュー撮影時のみ使用可能です。瞳を自動で追従しピント合わせ続けてくれますということです。なんだ、よかったよかった。後で説明しなくてもここでちゃんと説明してくれますね。他にもあるんですけれども、まあ、覚えていたら後で説明したいと思います。じゃあ次いきますね。最新のイメージセンサーというのかな、このディジック8を搭載するってことで、これどういうふうに言えばいいかな、パソコンで例えたらインテルみたいな、そんな感じでなんですけどね。はい、じゃあいきますか。スマートフォンでは撮影できない一眼ならではの写真表現、高性能な映像エンジンディジック8と大型の約2410万画素 APS-C サイズ CMOS センサーによって高画素な写真撮影が可能。
美しいボケ味を生かした人物撮影や驚くほど明るく映る夜景のほか、トリミングして拡大しても高解像な写真など、スマートフォンでは撮影が難しい写真もお手の物。スマホで写真を撮られている方いらっしゃると思うんですが、スマホのセンサーサイズはだいたいね 2.3 分の1型と呼ばれるものなんですが、もしそうだったら APS-C は、それの面積比で約 11.65 倍です。まあ、そんだけ大きいんで、同じね画素数でも同じ点々の数であってもセンサーサイズが大きいから、一つ一つの点の色がね、正確にっていうのかな、細かく、表現できるということで、高画質な写真撮影が可能になりますということをここで言いたいのかなと思います。じゃあ次いきます。暗いシーンでもくっきり、暗い場所の撮影でも滑らか、手ぶれを防ぐ高感度撮影。静止画での常用 ISO 感度は最大 25,600 を達成し、室内撮影や夜景でもノイズの少ない滑らかな写真を撮影できます。同時に暗い場所の撮影で手持ち撮影をしても手ぶれや被写体ぶれを防いで撮影することが可能です。ここでちょっと難しい単語が出てきましたね。 ISO 感度なんですけれども、ここで言いたいのはね、要は暗い場所でも明るく撮れますよと。で、 ISO 感度 25,600 まで上げられるからそれだけ明るく撮れますよということが言いたいだけです。はい、じゃあ次いきます。瞳 AF で快適な撮影、人物の瞳にフォーカスを合わせ続ける瞳 AF が可能。EOS KISS X10 ではライブビュー撮影において人物の瞳にピントを合わせ続ける瞳 AF に対応。じっと止まってくれない人物の撮影でも瞳を高い精度で追従してくれるので、自然な動きの中で生き生きとした表情を撮影できます。はい、人物撮影の時に手前の目にピントを合わせるっていうのはセオリーというか一般的なんですけれども、瞳オートフォーカスを使えばそれを自動的にやってくれるということです。ちなみにこのイメージを例に説明しますけれども、今左の目にピントを合ってますよね。同時に右の目にも合わせたいなって思ってもできないんで、それは注意してくださいね。ちょっと難しい話になるんですが、ピントを合わせるっていう行為はね、カメラからそのはっきり映したい場所までの距離を測ってレンズを調整してるんですね。なので異なる距離、これ斜め向いてるから左の目と右の目って距離が違いますよね。なので異なる距離のものを同時にピントを合わせることっていうのができないんですよ。なのでもし両目にピントを合わせたい場合は同じ距離にすればいいだけなんで、正面向いてねってお願い すればピントが合います。ちょっと難しかったかなごめんなさいね。じゃあ次いきますね。即距エリア拡大&最大143点の即距点、ディジック8の搭載、ディジック8を搭載したことでデュアルピクセル CMOS AF が大きく進化。デュアルピクセル CMOS AF っていうのはキャノンが誇るオートフォーカスの方式です。まあ、名前なんで固有名詞みたいなもんなんで、はい、まあ、特にいいかなこれは。じゃあ次いきます。装着するレンズによってはセンサー面の横約 88% 縦約 100% のエリアで最大143点の即距点を生かしたフォーカスを実現。またこれに該当しないレンズの場合は横約 80% 縦約 80% のエリアで最大99点の即距点が高精度な、オートフォーカスを可能にします。はい、即距エリア、簡単に言えばピントを合わせられる範囲のことです。で、さっきねカメラからの距離を測ってるって
いましたよね。距離を測ってるので即距です。でここの、その即距エリアが 88% から 100% の場合はこの中で143点で、ちょっと見えづらいかもしれませんが、この内側にもまだ また枠があってね、でこの範囲だと99点ありますよってことを書いています。じゃあ次行きます。カメラ任せで安心、シーンインテリジェントオート。人物なら自然な肌色に、風景なら、空や緑を鮮やかに、被写体の明るさや色合い、動きをカメラが自動で検知してベストな設定にしてくれますってことで、このシーンインテリジェントオートを使えばシャッターね、シャッターを押して写真を撮るっていうの、それ以外は全てカメラ任せにできます。だからハイチーズパシャのパシャは自分でやんなきゃいけないんですけども、それ以外ね、色味とかあと明るさの設定とか、まあ、もろもろのね、まあ、細かな設定は全部カメラがやってくれますっていうことです。はい、じゃあ次いきます。アイコンをタッチすればすぐに起動、なんだこれ、まあいいや、指先一つで自分好みにクリエイティブアシスト、背景のぼかしや明るさ、色合いなどを指先一つで調整可能、思い描いた通りの一枚に仕上がりますってことで、さっきのシーンインテリジェントオートではちょっと物足りないなっていう方は、もうちょっと、まあ、あの設定した自分がやりたいな、自分で設定したいことがあるんだよみたいな、もしそういうのがあったらこれを使ってくださいってことですね。これを使えば、例えば背景があまりぼけない、もう少しおしゃれな雰囲気にしてみたいっていうのを、写真を撮る前のこの設定ですね、背景がふんわりぼけて好みの雰囲気にできたと。でここはね、あのカメラ使ってるのに慣れてる方はこの機能を使わず、ちゃんとね、あの正攻法で設定をするんですけれども、ちょっとその専門的な知識がちょっとね、覚えの大変だって方は、代わりに分かりやすく、初心者に分かりやすいような機能でね、できますよっていう、同じ結果をね出せることができますよっていうことを言いたいのかな、ここはね。まあそういう機能が、まあ、便利機能がありますっていうことでございます。はい、じゃあ次いきます。自由な視点で手軽に撮影、バリアングル液晶モニター。角度を自由に変えられるバリアングル液晶モニターだから、自分撮りはもちろん様々な角度から撮影できます。ファインダー撮影では難しい自由な視点での撮影が楽しめます。低い姿勢からのローアングル撮影も、目の前に人混みがあるような状況でのハイアングル撮影も、 EOS KIS X10 なら楽に行えます。このバリアングル液晶がね、非常に便利なんですよ。でハイアングル撮影とかローアングル撮影なんてそんな滅多にやんないよって人であっても、いざそういうケースになったら必ず役に立つ機能なので、便利だと思いますよ。ちなみに私はバリアングル液晶のカメラじゃないと買う気になりません。それくらい私は気に入ってます私の好みを言っても仕方ないんですけどね。じゃあ次行きましょうか。 Wi-Fi & Bluetooth でスマホに簡単送信、専用アプリカメラコネクトを使って画像をスマホに簡単送信、撮影しながら画像を自動で送信できますってことで、撮った写真や動画もかな、ちょっと分かんないんですけども、をスマホに転送できますよと。でカメラコネクトってそれだけじゃなくて遠隔操作もできるんですよ。要はスマホでシャッターボタンを押したらカメラが動くみたいな、そういう操作もできるんですね。で昔のキャノンのカメラでね、写真は遠隔操作できたんだけども動画はできないというね、意地悪というか機能制限があったんですよ。今はどうかな、動画もできるのかな、ちょっと調べたんですけども見つからなかったんで、もしそこを気にされてる方は店員さんとかキヤノンに問い合わせてね、まあ、教えて問い合わせた方がいいと思います。はい、じゃあ次行きます。Bluetooth で接続すればカメラの電源がオフでもスマートフォンからリモート操作が可能、
そう、リモート操作ね。ああ、でもこの場合のリモート操作は別に撮影しているわけじゃないよね。ああ、撮影時スマホ自動転送にも対応、撮影と並行してスマートフォンに画像を自動送信、都度画像を送る手間が省けます。まあ、そういう連続的に使うっていうこと、つなぎっぱなしにすることもできますってことですね。はい、じゃあ次行きます。もう最後の方かな。早い動きも滑らかに記録できるフルハイビジョン 60p、 1秒間に約60枚分の画像を記録するフルハイビジョン 60p 動画に対応、 30p モードと比べて約2倍の滑らかさで、子供やペットなど動きの速い被写体でも残像感を抑えた美しい映像を記録できます。さらに行こうか。高精細な 4K 動画撮影、フル HD の約4倍の解像度で、大型センサーによる美しいボケ味やレンズの表現力を伴った EOS ならではの高精細な 4K 動画を撮影できます。手軽にプロのようなハイレベルな動画作品を残すことができます。さらに行こうか。動画はどこでも高画質な静止画に、 4K で撮影した動画の1コマを静止画として切り出すことが可能。切り出し処理は PC 上ではもちろんカメラ内でも行えます。ということで、まずはこちらフルハイビジョン 60p なんですが、まあ今ではもう当たり前ですね。私もフルハイビジョン 60p で YouTube に動画投稿してます。今回はどうかな、画面キャプチャーなんでちょっと、30p になるかもしれませんけれども、まあ普段は 60p です。で次は、4K なんですけども、これが今回、まあ、最大の進化と言っていいのかもしれませんね。リジック8と並ぶ進化だと思います。ただし 24p なんですよね。なので 60p のところで説明してた、滑らかさはないと、ね、24なんで半分以下なんでね。で残像感を抑えられないと、 24p だからねせめてね 30p であればよかったんですけどね。でさらに残念なのが、センサー中央部の画素をクロップして撮影しますだから、いつも使っているレンズを、ね、使ってね、フルハイビジョン 60p を撮ったとしても、写真を撮ったとしても 4K を撮ろうとしたら狭くなります。あとはオートフォーカスはコントラスト AF となりますなんですけども、デュアルピクセル CMOS AF というね、早くて正確な、オートフォーカスがあるんですけども、それではなく残念ながらコントラスト AF というね、まあちょっと方式が違うんで一長一短なんですけども、正確なんだけども遅いんですよねちょっと動きが特徴があるんですよね。ピントがあったところまで行ったんだけど行き過ぎて、で行き過ぎたのを気づいて戻るっていうような、なんかそういうそういう動きをするのがコントラスト AF なんですけれども、まあこれはやってみないと分かんないかな。行き過ぎて戻ってくる、それで正確に合うっていうね、そういう方式、そういう動きをするオートフォーカスです。はい。でこれに付随して 4K で撮った動画の1コマを静止画として切り出すことができますと。まあ 4K だから、まあ普通のね、なんか写真で扱える大きさだと思います。次に X9 と X10 の比較をします。じゃあまずは有効画素数、2420万から2410万に減ってますが全く影響ないです。後で説明します。映像エンジンは7から8に、新しくなってますってことです。で記録画素数、ここ全く影響ないのは、理由はね、ここ一番大きいサイズで6000、4000、一番大きいサイズで6000、4000、この6000×4000っていうのは2400万なんで、2420から2410に減ったとしても撮れる大きさは変わってません。なので全く影響ないといったのは、まあ、これが理由です。で画像ファイル形式は JPEG と RAW、 RAW ってね、ちょっと難しいんですけども、フィルムカメラに例えたらフィルムって言いたいんだけども、要は
後でいろいろ色とかね、ごちゃごちゃ設定したいというか、補正したい人向けの、ファイルなんですね。はい、それがローなんですけれども、ちょっと難しいな説明するのが。で、それが X10 の場合はローだけじゃなくて C ローというまた新しいやつね。新しいといってももう前から採用されている、他のカメラで採用されているものなんですけども、それが、今回入ってますようです。はい、でローと JPEG の同時記録は可能、こっちも可能ですと。はい、ホワイトバランスで変わったところは、色温度指定がね、直接色温度で指定できるということですね。はい、こんなもんかな。で次ホワイトバランス補正、1段ステッププラスマイナス9段で、ここなんか細かく書かれてますが、結局同じだと思います。はい、動画でさっきね 4K 撮れますって言ってましたね。はい、ただし、30コマ行ってほしかったなっていう感じです。で24コマと言っときながら24ではないっていう理由は、あまりにも専門的な話なんで割愛させていただきます。 60p なのに60じゃないっていうのも同じ理由です。 30p なのに 30p じゃないっていうのも同じ理由です。はい、ちょっと駆け足かな、もうちょっとゆっくり見た方がいいかな。次ビットレート、4K の場合 120Mbps ということで、1秒間に 120Mbps ということで、バイトに直すと、1秒間の動画ファイルは 15MB、 1分間だと 900MB、 だから 1GB 近いファイルサイズになってしまいます。さすが 4K ですね。であとはですね、 X9 のところだけ HDR 動画撮影とかタイムラプスって書いてますけれども、もちろん X10 にもあります。記載漏れです。なので問題ないです、大丈夫です。ということで次いきます。フォーカスもいいかな。あ、そっかそっか。ライブビューの時デュアルピクセル CMOS AF っていうのが書いてあるんですが、これ X9 でも同じじゃんね。ね、はい、じゃあいいかな、ここら辺は。でこっちなんですが、何が違いがあるかな、ないかな、評価速攻384、ここら辺もいいかな。細かければ細かいほどいいよっていうだけかな。でシャッタースピード4000分の1から30秒と、バルブっていうのはシャッターボタンを押し続けている間はずっとシャッターが開いている状態。だいたい花火の撮影の時に使うかな。押して離しての間ずっと記録し続けるってやつな、そういう撮影の方法です。で同調シャッター速度っていうのは、これはフラッシュ、スピードライトともいいんですけども、その時に、200分の1秒までの速さだったら合わせられますよっていう話です。はい、じゃあ次ドライブってなんだろう。そうか、ドライブってハードディスクドライブとかドライブとかじゃないですよ。撮影の連写とか1枚撮影とかそういう意味のことです。まずね、連続撮影速度、連写ね、1秒間に 5コマか。はい、これソフト撮影とかって書いてないんだけども、また記載漏れかな、ね。で連続撮影可能枚数っていうのは、速度は5コマだけどいつまで続けられるのってやつなんですけれども、JPEG だけだったらカードが満杯になるまで、でローだったら10枚、だから多分2秒で終わっちゃうのかな。でロープラス JPEG だと約9枚だから、2秒未満で終わってしまいますということかな。はい、で当社試験基準 SD カード 32GB UHS-1 っていう規格のやつね、規格というか速さね。で当社試験基準のアスペクト比 3.2、 アスペクト比っていうのは縦横比のことです。
で ISO100 ピクチャースタイルスタンダード設定で、まあ、特にあの特殊な撮影の方法じゃなくて一般的な普通の撮影の方法で試したらこんだけでしたよっていうことなんで、まあこんなもんなのかっていうふうに受け止めるしかないのかな、ここは。次、露出制御。速攻分割数が63分割から384分割より細かく分かれていますってことで、液晶画面を見ていただいたら分かるかな、イメージしやすいかなと思うんですが、あの液晶画面を63分割して明るさを測るのと384分割して明るさを測るのとではもちろん384の方が細かく測れるんで、より正確に明るさを測ることができるようになったっていうことです。次、撮影モード、X9 の方がなんかたくさん書かれているような感じがしますが、もしそうであったとしても多分記載漏れだと思います。じゃあ次、速攻範囲 EV1 から 20 EV-2 から 20、 これ、数値が低ければ低いほど暗い場所っていうことなんですけれども、暗い場所でも明るさを測ることができるようになりましたってことで、暗さに対する耐性が上がったのかな。はい。で、ISO 感度100から25600、まあちょっと表現方法、表現の仕方が X9 と X10 違いますけれども、まあ、ここは変わってないと思います。次、オートフォーカス9点って書いてるんですが、これファインダー撮影時の話ですね。さっき143点って言ったのはライブビュー撮影です。輝度範囲、EV-0.5 から 18 までということで、まあ、ここも変わんないかな。オートフォーカスでピント合わせるところで、そのピント合わせる場所が -0.5 から 18 の間だったら、まあ、要するにオートフォーカスが効きますよっていうことです。で、フォーカスモードいろいろありますが、これも変わんないかな。なんか X10 の方がたくさん書いてあるように見えなくもないんだけれども、表現方法、まあ、記載の仕方の違いかな。はい。オートフォーカス補助光、暗い場所だとね、赤のね光がパッて一瞬光ることがあるんですけれども、まあ、それが両方とも備わってますということです。次、ファインダー視野率上下左右とも約 95% ってことで、これどういうことかというと、ファインダーを除いて見える範囲よりも 5% 広い写真が撮れます。なので、映ってないから安心と思ってパッて撮ったら、なんかギリギリ映ってたっていうそういうことがあるんで、まあ、気をつけてくださいね。ここもちろん 100% の方がいいんですけれども、まあエントリーモデルのカメラなんでね、仕方ないと思ってください。倍率 0.87、 まあ大きさなんですけれども、これはね実際覗いてみないと分かんないかな、見やすいか見にくいかっていうのね。アイポイントもそうです。メガネかけてる人は、あ、この視度調整ねも含めて、メガネかけてる人は本当合わせなきゃいけないところなんですけれども、まあ大変ですよここはずれると本当ぼやーっとしか見えないんでね。で、フォーカスシーン、まあ、ここら辺はいいかな。はい。被写界深度確認、また難しい言葉が出てきたんですが、ピントが合っているように見える奥行きを確認する、どれぐらい奥行きがあるか確認するというやつなんですが、従来は X9 は絞り込みボタンによるなんですが、 X10 だとディスプボタンをカスタム設定時、ディスプボタンってカメラ上面にあるボタンなんですけれども、それをカスタム設定した時に初めて被写界深度確認ができるってことか。絞り込みボタンなくなったってこと？ちょっとそれね、どうなんだろうって思うんだけど、なくしてほしくないなって思うんですが。次、ストロボ。オートポップアップからリトラクタブル式ということで、フラッシュ使うよっていう時のボタンが、まあ、個別に用意されたのかなと思うんですが、
そっか、 X9 ってオートだったんだね。まあいいや、次行きます。液晶モニター、ここは同じだ ね、全部同じだね、うん、はい、表現が違うだけか。インターフェース、まあ何がさせるかですね。ここも変わんないかなね。このデジタル端子って USB のことなんですけども、これ US マイクロ USB ではないんでしょうね、未だにね、はい。で HDMI は Type-C で同じで、でまあそれぐらいか。で無線 LAN、Wi-Fi があって、で通信距離これ 15m、 こっちないんですけどあります、記載漏れです。で接続方法はここね、まあ同じだと思いますけれどね、なんかカメラコネクトを使うんだから同じでしょっていう感じなんですけどね、はい。で NFC、 ここがねちょっとね調べても分かんない方なんですけども、もしかしたら省略されたかもしれないです。記載漏れだったらいいんですけどね。じゃあ次、電源、バッテリー持ちに関することです。でさっき説明した CIPA がたくさん出てきます。じゃあ行きますね、バッテリーは同じ LP17 を使っていますなんですが、撮影可能枚数が劇的に変わってます。って感じ、倍近くなってますね、そんだけ電池持ち良くなったんだ。この技術をぜひ EOS R にも採用してほしいですね。はい、次、撮影可能枚数、あ、上がファインダーで下がライブビューですね、はい。ライブビューは大して増えてない、でも増えてるからいいよね、うん、はい。で次、動画もちょっと30分ぐらい長く撮影できるようになりましたか。はい、わかりました。その他なんだこれは。素材、外装材質で、大きさと質量、大きさは同じですと。で質量、まあだいたい 4g から 5g ぐらい軽くなったでいいですね、はい。最後に価格です。左が X9、 右が X10 です。4月11日現在の価格をお見せしています。差額約3万4000円ですが、皆さんどう思います？ X10 はやっぱりね、新製品だからどうしてもね、割高感は否めないというかね、仕方ないのかもしれませんが、でね、 X10 って、まあ、X9 からどういうふうに変わったかって、まあ、さっき比較しましたけれども、進化というと、例えばディジック8になったことと、 4K 動画が撮れるようになったことと、それに付随して 4K の動画から写真が抜き出せるようになったことと、あと暗い場所に強くなったことぐらいかな。まあ細かいところあるんですけどね、いろいろねあるんですが、主な進化というとそれぐらいかななんて思っちゃうんですけども、あとね、X9 はちょっと調べても分かんなかったんですけれども、ライブビュー撮影時の即興点、最大143点、あれね、 X9 ちょっと、まあ、即興点が分かんなかったんで、でも多分同じぐらい、同じじゃなくても同じぐらいなのかもしれないんですけれども、ファインダー撮影時の即興点は9点から変わんなかったんで、ね、使いやすさ的には、まあもちろん X9 から X10 便利になりましたけれども、3万4000円かってなると、なんか X9 の方が割安感が出てしまうかななんてね思います。これね、まあ発売価格だから本当に割高に見えてしまうんですけども、例えば半年後になったら、まあ、どうなるかですよね。 X9 はさらに安くなるんでしょうけども、多分ね、もうその下がり方が
緩やかになるのかなと、もう1年以上経ってますんで緩やかな値下がり傾向になるかなと思ってます。で X10 の方は発売したばっかりだからどん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 値下がると思います。下がり方がX9 に比べたら大きいと思います。今までのパターンだったらね、はい、それぐらいかな。ここで言いたいのは、あ、そうそうそう、一つ言い忘れたことがありました。色なんですけれども3種類ありますが、ブラック以外を買いたい場合は18-55mm のレンズキットを買うしかないです。ダブルズームキットとか本体のみとかはブラックしかないみたいです。ちょっと残念かな、ここはね。いかがでしたでしょうか。今回はね、まあいつもの通りグダグダな話し方で拙い説明でしたが、初心者初級者にできるだけ分かりやすく、言葉を選んで説明したつもりです。なんでね、いつも以上に頭が疲れちゃいましたじゃあもう話すことないんで終わりたいと思います。ということで今回は以上です。バイバイ。